いで、ユウ。背中流してあげるよ。いいよ、僕。自分で洗う。男の子が前を隠すな。そりゃ、そりゃ、そりゃ、そりゃ。あ、な、何？かわいいの、かわいいの、ほり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 。あ、やめてよ、姉ちゃん。くそが、すんだよ。姉ちゃんってさ、うん？母ちゃんみたいだ。そう？言ったら甘えん坊？違うよ。違うけど。大人になったね、ユウ。お姉ちゃんの気持ちまで考えてくれてるのかな。でもユウはね、まだ甘えてもいい歳なんだよ。もう少し力抜いていいからね。泣いた泣いた。やっぱり子供だ。おっぱい吸う？出ないくせに言うな！言う？いい子だね。姉ちゃん、今日遅いな。一緒に父ちゃんサプライズの準備するって言ってたのに。早く帰ってこないかな。なんだ？台風かな。変な天気。まゆ、まゆちゃん。なに？もう遅刻しそう。今日で最後の投稿ね。しっかり皆さんにお別れを言ってらっしゃいね。うん。
ごめんなさいね、お父さんの転勤のせいで。いいの、私は。お父さんがもっと会社に抗議でもすればよかったんだけど。お父さんどうしても無理だって言うから。あなたが了解してくれたからいいようなものの、はあ、お父さんは本当に私たち家族のことを考えようとしてくれない人だから。行ってきます。私は お父さんとお母さんが揉めないでいてくれるならそれでいいの。あれ？私、一人？しげにぃ先生、篠崎さん、確かみんなと学園祭の片付けしてて、やだ、ここどこ？
時は深呼吸して何かおまじないを思い出すの。篠崎さんのみんなとまた会えるおまじないは、あれ、ない、ない、ない、幸せの幸子さんの切れ端、お腹の調子も悪いや。前言ったら緊張するとすぐ胃腸にくあの部屋に入ったよね。覗いてみようかな。なんだ、ここは本館か。夢から覚めてもまた悪夢か。くそ、ゆか、内田君、こっち。誰だ？誰かいるのか？今の声は。ナオミ！大丈夫か？おい！あれは、ナオミの携帯じゃないか。
もしもし、あの…いい加減にしてくれよ。捨てていくわけにもいかないか。だから、びっくりしたんだよ。でね、セイコ聞いてよ。なになに？振り向いたらね、岸沼がサトシの股触ってんのよ。うわー、マジ？うわ、ちょっと燃える。それ見て私、なんか岸沼をぶん殴ってやりたくなってさ。ナオミ、何それ、ジェラシー？わかんないけど、その後あの二人すんごい喧嘩してたよ。ウケる。私も見たかったよ。いや、見てないからそんなこと言えるんだよ。そうかな。実際見たら引くよ、絶対。ほんとバカだよね。かわいいんだけど。なっ、そんなこと言って、ナオミ、持田くんのことが。誰かいるのか？
ナオミ、バカ、何やってるんだ。とにかく首を絞めるロープを緩めなければ。待ってろ。よし、呼吸が戻った。ナオミ、しっかりしろ。今、首のロープ、ほどいてやるからな。見えない。これか。おい、ナオミ、しっかりしろ。よし、ゆっくりだ。そう、ゆっくり呼吸を整えるんだ。大丈夫か？あんまり脅かすなよ。どうした？痛むのか？何してるだろう、私。ナイさん。え？その嫌じゃ。あ。その大丈夫か、首。私、どうしてたのかな。外の階段から落ちた後、気がついたらサトシがいた。記憶がないのか。ええ、階段から落ちて足がすごい音したから折れたと思ったけど、くじいた時に聖子が巻いてくれた板が折れただけみたい。篠原か。そういえばさっき声が。どこに行ったんだ。
なバカな。さっき俺声を聞いたのに。セイコ下ろしてやろう。このままじゃかわいそうだ。喧嘩別れしたままだったの。私が悪かったのに意地張っちゃって。次会ったら結構死んでた。私のせいかもしれない。ひどいこと言っちゃったから。もう謝ることもできない。ナオミ大丈夫だ。お前のせいじゃない。さっきお前も、その、自分で首を吊っていたのは、わかってるか？私が、首を、嘘。首の皮がヒリヒリして痛いよ。本当に私が。やはり記憶がないのか。きっと篠原も同じ普通の状態じゃなかったんだ。いくら悲観しても篠原は簡単に諦めて自分を殺すような真似するやつじゃないだろう。さっき私たちと同い年ぐらいの女の子の幽霊に言われたわ。この学校の呪いに触れていると精神を侵されて狂ってしまうって。精神を侵される。呪いも何もこんなところに監禁されれば誰だっておかしくなるとは思うが、どっちにしろここに長くいるのは危険だってことだ。気丈なナオミや篠原でさえこんなことになってしまうんだ。俺も含めみんなヤバいぞ。一人になっちゃダメだ。とにかく早くみんなと合流してここを出ないとな。ねえ、その女の子の霊にこの空間にはもう。私と聖子しかいないって言われてたのに。サトシどうして来れたの？そういえば校舎の雰囲気が違うな。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。行きなさい、思い人のもとへ。もう
遅いかもしれませんけど。そうだ、俺もさっき高校生くらいの女子の霊に会って気を失ったらここにいたんだ。何者なんだ一体。わかんないけど、サトシ多重空間を飛び越えてきたとか。多重空間か。隔てた相手に会うのは難しいと聞いたっけ。なんでもないねえ、サトシ。さっき2階でユカちゃんの声が聞こえたんだけど。本当か。気を失ってる間にはぐれちまったんだよ。ダメだ、こんなところに一人でいさせちゃ。あいつ確か1階の渡り廊下を越えて。ナミ、来てくれ、こっちだ。篠原、すまない。連れて行ってやりたいけど無理のようだ。許してくれ。大丈夫か。さっきの首のダメージで体の機能が狂っているのか。ごめん、めまいがして足がもつれて。なんか視界が。ナオミ！少し休ませてやらないとな。呼吸は綺麗だし、大丈夫かな。ユカを探してくるよ。一人になるのは俺もお前も危険だが、妹をほっとくわけにもいかない。とにかくすぐ戻ってくるよ。確か1階から渡り廊下に行けたはずだ。廊下がない。なんだこれは。なんで壁が。さっきはこの先に別館が。なんだよこれ。ゆか、ゆか。
にしてくれよ。